オーゼスダディーコールアジャラ・サイモンは、ナイジェリア女子出身のプロサッカー選手。リーグ 1FC なんと所属。ナイジェリア代表。ポジションはミッドフィールダー。ナイジェリアの GBS アカデミーに所属していた当時から、ナイジェリア国内のみならず、世界中のクラブから関心を向けられていた。オランダの強豪アヤックスと仮契約を交わし、プレシーズンの練習にも参加していたが、最終的には、 アヤックスとの契約には至らず、スロバキアのアヤックスのパートナークラブである、A、AS トレンチインと契約を交わすことになった。A、AS トレンチインとは2014年1月13日に3年間契約を結ぶ。FCVSS 個室衛戦で先発で起用されデビューを果たす。FCVSS 個室衛戦で初得点を挙げる。その後は、 チームの主力として定着していった。UEFA ヨーロッパリーグ2014から15、予選2回戦、ホームでの第1戦、FK ボイボディナノビサド戦でヨーロッパリーグデビューと同時にハットトリックを達成した。AA ストレンチーンでの活躍が認められ、2015年1月6日に3年契約でカーヘントに移籍をする。冬の加入であったが、すぐにチームにフィットし、 2015年1月18日のロイヤルムスクロンペルウェルツ戦でベルギーリーグデビューを果たすとベルギーでの3戦目であるスポルティングロケレム戦では初得点と同時にハットトリックを達成。2014から15シーズンは合計17試合に出場し7得点とチームのベルギープロリーグ優勝に貢献した。リーグ戦の優勝から2ヶ月後に行われた ベルギースーパーカップにも出場し、途中出場ながら決勝点のアシストを記録した。2018年8月6日、レバンテ・ユディと5年契約を結んだ。2015年4月26日のウガンダとの親善試合でデビューを果たす。2015年9月8日のニジェール戦で代表初得点を挙げる。2018FIFA ワールドカップの選考メンバーに、 登録されていたが、怪我により、最終メンバーから外れた。2018年5月21日現在、A スーパーカップ2017年9月4日現在、ありがとうございます。